喉の痛みを感知するゼリーを作ろう。というわけで、インフルエンザと戦う男、アッツンです。まあ、戦うっていうとかっこいいですが、実際は薬を飲んで寝ているという非常に地味な戦いでございまして、はい、まあそれはともかく、何年も前に流行ったらしいんですよ、ツイッターかなんかで。喉の痛みを感知するゼリーっていうのが、まあ感知しないと思うんですけれどもね。アッツン TV。 はい、じゃあまずはレモン、こいつを切ります。で、切ったものを瓶に入れます。で、さらにここに生姜、これも切って入れます。はい、こんな感じで瓶に入ったら蜂蜜を入れます。どれくらいかわかんないけど、たっぷり入れましょう。はい、そしてここに熱い紅茶を入れます。ほっ、よし。で、蓋をして冷蔵庫で冷やします。はい、一晩しっかりと冷やしました。開けてみましょう。ゼリーとは、分量がなんか良くなかったんですかね。まあ結局これをコップに入れてお湯ついで混ぜて飲むらしいんで、何でもいいんですけどね。じゃあまあコップに入れていきましょう。大さじ1杯っていうことなんですが、まあ適当に入れちゃいましょう。もうこんくらい入れたところにお湯を注ぎます。うん、香りはなんかいい感じ。ではいただきます。味がしない。あ、これでやっとちょうどいい。あ、これは喉に良さそうな蜂蜜の香りがふんわり漂って、まあ、材料的には喉にいい要素しかないんで、多分いいんじゃないですかね。はい、まあそんなわけでしてね、喉の痛みを感知するゼリー、まあ感知するといいな。これもう原液のまんま舐めちゃった方が良さそうだな。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow。